ウトドア&フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて本日は今年1月20日から22日にかけて横浜パシフィコで開催された釣りフェスティバル2023、その最終日のアングラーズアイドル2023最終選考会で選出されました14代目アングラーズアイドルの西村美穂さんをお迎えします。西村さんは釣り業界のオフィシャルイメージガールのアングラーズアイドルとしてこの1年弱さまざまなメディアやイベントに出演、明るく元気に釣りの魅力を発信しています。また中高生の6年間はチアリーディング部、現在は大学3年生で大学ではラグビー部のトレーナーをされているというバリバリの体育会系があるだそうです。今日はそんな西村さんの釣りとの出会いのきっかけや、なぜアングラーズアイドルへ応募しようと思ったのか、じっくりとお聞きしていきます。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。本日は14代目アングラーズアイドルの西村美穂さんに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。爽やかな爽やかですか。爽やかじゃないですか何を言ってるんですか。もう長いこと生きてますから西村さんよりなかなかそんな爽やかな笑顔はですね、最近出ないんですけどまあそんな話はあの余談でございましてですね、はい、毎年恒例で、はい、この年のアングラーズアイドルを、その年の後半ぐらいにお招きして、いろいろお話を伺うということで、はい、4人目になるのかな。はい、で今回ですね、現役大学生ということで、今年20歳。いやもう21になりました。あ、なったんですか。はい、あ、そうかそうか、アングラーズアイドルになった時が20歳。20歳でした。だってですね。はい、でまあ、冒頭いつもゲストのプロフィールをご紹介、するのですが、はい、まあ、仕事の縁もあって何度か、今日が何回か目のお会いするタイミングなんですけど、うんうん、あまり、西村さんのこうキャラクターについてですね、聞いてないんで、まあ、その辺から話をしていきたいなということで、はい、まあ、大学が3年ということなんですけど、はい、まあ、体育会系ということで中高6年間チアリーディング部と、はい、で大学がラグビー部のトレーナーということなんですけど、はい、これもともと子供の頃からそういうこうなんていうか元気というかその活発なキャラクターだったんですか。どんな子供時代。でもあんまり恥ずかしがり屋っていうタイプではなかったです。もうなんか自分がやりたいなって思ったことは何でもやっちゃうみたいな感じだったので、はい、あ、割と意思表示はっきりしてる。あ、はいはい、なんだろう、例えば分かりやすい例で言ったら、学芸会とかあるじゃないですか、はいはいはい、小学校で。ああいう時はもう主役やりますみたいな感じで。本当ですか。もうひたすら練習して、はい、やります、やってました。割と出たがりだ、出たがりだったのかな、そういう目立つのは、うん、目立つっていうかその人の前で何か話すとかに抵抗はなかったです。なんか恥ずかしくてどうしようとかもなかったです。羨ましいですね僕なんか恥ずかしくてね、今でこそペラ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 喋ってますけど。でそんな活発な、お子様自体があり、この中学生から高校生、うん、そのチアリーディングって中学生ってもう本当ね、小学校上がってからすぐ12、3歳だと思うんですけど、はい、このきっかけって何だったんですかね。あ、チアリーディング部に入ったきっかけは、うんうんうん、私4つ上の姉がいるんですけど、はいはい、姉がちょうどもともとチアリーディング部に所属していて、うん、でその演技を何回も見に行っていて、あ、こんなものがあるんだって思って、うんうん、なんかチアってすごいキラキラした可愛いイメージが強いと思うんですけど、うんうん、チアリーディングって、うん、競技の方なので人を手の上に持ち上げてとか、腕の上に足乗っけてみたいな。それ相当体力いますよね過酷な方のチアで。あ、そうなんだ。なんかキラキラしている一面
があって、うんうん、でも命をかけてやってる姉の姿が本当にかっこよくて、うんうん、お姉さんもかっこよかったですね、はい、そこに私がすごい憧れて、うん、なんかあの中学受験をしてその中学入って部活に所属したんですけど、うん、その原動力はもうチアリーディングでした。あの姉の姿を見て憧れてっていう感じです。あ、そうかそうか、中学校からそこに入ったということは中高一貫 で、そのチアリーディングを6年間ってことですね。続けました、はい、その流れで大学は体育会ラグビー部所属するトレーナーってことなんですけど、はい、あの なんだろうな、釣りフェスティバルのアングラーズアイドル決まった時に、はい、あのプレス向けのリリースが出るわけですよね、はい、でそこに書いてあったのをそのまま読むと、よくマネージャーと勘違いされますと違うんですとトレーナーはって、これ どうなんですか、どう違うんですか。まあ、分かりやすく言うと、うん、まあ、ラグビー部なのでだいたい身長180センチ、うん、体重100キロぐらいある選手のフィジカルをサポートするっていうのが、うん、まあ、私の役割で、はい、まあ、具体的に言えばテーピングを巻いてあげるとか、はいはいはい、練習の怪我のサポ、怪我した時に対応するだったり、とウエイトトレーニングの補助についたり、うんうん、と練習前 あのアップを、うん、もう部員80人ぐらいいる中で一人で仕切ったりとか、うん、あ、結構重要な役割ですよね。でしかもなんか体力もないと、ね、無理ですね、はい、もうずっとやっぱりその辺のなんで、はい、さっき言ったテーピングだったりとか、うん、やっぱりその、まあ、アップってのはつまりその準備する段階とかっていうことだと思うんだけど、やっぱりチアリーディング部のそういう経験値っていうか、そのベースがやっぱりそこで培われて、うん、トレーナーもできると。そうですね、うん、なんか直接的に役に立ったことって言ったら、うん、まあ、実感したのはその例えばウエイトトレーニングします、うん、でその選手がいて、うん、まあ、トレーナーが結構強く、うん、もうちょっとスクワットしたら腰下げてよとか言わなくちゃいけないんですけど、あ、はいはい、まあ、その入りたてだとやっぱり先輩だしどうしようみたいな同期がいる中で、うん、私はもう結構そういうチアっても言い合いだったので、もう全然平気で言ったりとか、うん、なんかそこで一緒にやれって言われたら一緒にやっちゃうとか、そのやっぱり環境カルチャーに慣れていたっていうとこなんでしょうね。はい、ありますね。でですね、はい、まあ、要はなんでそういうことを聞いてるかっていうと、まあ、釣りの話もさることながらこの番組やっぱりゲストの人となりがどう出るかというのがやっぱりトーク番組の面白さだと思うんで聞いてるわけですけど、はい、あの先ほど言ってたそのプレスリリースの中の自己紹介ということで、はい、まあ、3つのポイントということでご自身が、はい、とにかく声が大きい、はい、それから腕立ち中もスマイル、はい、3鬼の体力っていうこの3つのポイントを挙げられてますけど、はい、簡単に解説していただきます。わかりました。まあ、1つ目 その、うん、とにかく声が大きいっていうのは、うん、私あのそれこそチア部の時に、うん、あの隣に部員がいて、うん、はいって大きい声で挨拶をするんですけど、はい、なんかそのコーチとか監督さんが言ったことに対してとりあえず返事とか、 なんかお願いします、うん、ありがとうございましたっていう一連の流れがあって、はい、でそこで目立たないとやっぱ上のチームに行けないみたいなのがあって面白いね、面白いですね。そこではもう負けたくなかったので、うん、あのひたすら声を出してたらあの隣の彦に私の隣にいると鼓膜破れるって言われて逃げられたりとかって、それはでも一つのこうなんていうか長所ですね。もう強みになったのかなと思います、うん、普通のね喋ってる声も通りがいいので聞きやすいし、あの今日は普通でお願いします。はい、ちょっとあのボリューム下げて。で2番目のスマイルはあ、これも、うん、あのチアの時に、まあ、培われたのかなって思うんですけど、はい、あのまあ、それこそ私あんま実力がめちゃくちゃあるわけでもなかったので、うん、まあ、笑顔だけはブーで一番って言いたいなって思って、うん、その筋トレをみんなでするので、うん、その時にもう腕立てしながらあの下床なのに笑ってるみたいな状況を、ちょっと怖いですね。でもそうなんか自分が笑ってないと、うん、なんかそういうことをやってる時に笑顔とかもっと大きい声出してとか言い合って練習するんですけど、うん、それを言えないので笑ってました。いろいろそれはもうなんか訓練鍛錬の賜物だということですよね。で最後はやっぱ体力と、はい、
まあ、体力は、うん、そうですね、もうずっと体育会にいたのもありますし、うん、今だとそれこそグラウンドにずっと立ってるんですよ、一日中、あの朝一日練とかだと座る瞬間があんまなくて、だし、まあ、選手優先なのでトレーナーは外にいるみたいな感じなので、はい、そこはあんま、まあ、辛いって思わず、なんか当たり前っていうか、当たり前ね、もうベースが違うんですね、きっと僕なんかとね。わかります、はい。釣りのそのお仕事の時に結構心配していただくんですけど、うん、あんまなんかそんな心配していただかなくても大丈夫っていうのは。いや、それはやっぱりパッと見なんていうかね、スリムでこうね、若い女性だから体力的大丈夫かなってみんなこう先入観で思っちゃうんですけど。うん、西村は大丈夫だと。大丈夫、はい、わかりました大丈夫というところで、はい、やっとこの辺で本題に入りますが、はい、アングラーズアイドルということで、毎回聞いてるんですけども、まあ、今回テーマ釣りってことになりますけど、そもそもの釣りとの出会いと、でこれはまあ事前情報によると、はい、八丈島へ、お父さんに連れて行かれたと、はい、でその時に初めて体験したっていうところなんですけど、この辺はどんな経験だったのかな。そうですね、はい、私の家族、父とか母は、うん、釣り経験は本当なくて、うんうんうん、でたまたま親戚がこの時八丈島に何年か住んでたんですけど、そのご縁で2回くらい八丈島に行って、うん、でその親戚がすごい釣りが好きだったので、そこで一緒にやったっていうのが一番最初です、はいはいはい、でなんかもともとやったこともないし、うん、どうすればいいか分からずやった時に、うん、そのやっぱ釣れないじゃないですか最初って。そうはね、なかなかね、小さい子供からすれば結構ダメージが大きい中で、うん、優しいおじいちゃんたちが助けてくださって、うん、それがもう私の記憶の中で、あ、釣りイコール楽しいって永遠にあったので。素晴らしい原体験がありますね、うん、それがもう最初のきっかけです。なんか割と魚嫌いだったようなのも、うんうん、なんか釣りつながりで克服しました、ね、したと。なんか食わず嫌い、何でもちょっと怖いなみたいなのがあって、多分絶賛この時反抗期で、うん、八丈島行く時もダダこねてたんですよ確か行きたくないと、はい、でも美穂行きたくないと、そんな感じでした。で島寿司ってあるじゃないですか、うんうんうん、あれもまあ釣った魚、なんか釣りして島寿司食べてめちゃくちゃ美味しいみたいなのと、あと自分で釣ったものは食べなよみたいな感じで言われて、食べたら美味しかったみたいな感じで魚嫌いは克服しましたね、はいはい、まあそういういい思い出っていうかね人に囲まれてそこに釣りがあるみたいな、はい、あったってことなんですけど、ただこっからがですね、私が抱いてる疑問でございますが、はい、それ以降特に釣りにはまったわけでもなく、チアリーディング部で大きい声を出すとか、はい、笑顔負けないとか言ってる西村さんですが、なぜアングラーズアイドルに応募しようという、うん、このきっかけは何だったんですかね。きっかけは、はい、一言で言うなら直感でした直感ね、直感でなんかビビってきたのが、まあ、最初で、うん、まあ、結構 PR ガールってあるじゃないですか、いろんな、もともとアナウンサーとかそういう業界を目指していたので、うんうん、まあ、いろんな PR ガールがあることは知っていて、うん、まあ、そういうオーディションもいろいろある中で、うん、なんか私結構人と違う道に行っちゃうタイプなので、はい、なんか釣りのアイドルっていうものがあることをまず知らなくて、でそのオーディション知らなかったで見つけた時に何これみたいになって、うん、これ絶対面白いし、うん、なんかこういうことはまあ、うまくいかなかったとしても、てかうまくいくっていうのがもともと前提になかったので、はい、まあ、とりあえず応募してみようみたいな勢いでそのうまくいく前提がないってどういう意味ですか。いやだって元々失うものはない。いや私もともと釣り経験がある人がなるのかなっていうのがあったので、そう思いますよね、はい、なので、うん、まあ、自分がなれるっていうのはもう全然思ってなくて、あ、そうそう、あ、そういう意味ではあんまプレッシャーなかったですね。もう全くなかった。なんか思い詰めて、あ、もう全然なかった、ね、これにグランプリがなかったら私どうしようっていうことじゃなくてなかったです。割と直感的に、はい、面白いんじゃないみたいな感じでした、うん、でなんかそれで、まあ、部員もなんかびっくりしてましたね。釣りのアイドルみたいな感じで言われてそうなんですよ。それ何、応募するとき応募したって話したんですか周りに。いや最初のその、まあ、書類選考みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あの時はもう本当仲いい
友人にしか言ってなくて、ちょっとね、うん、ちょっとこれなんか面白そうだし、ね、やってみようと思うんだよね、うん、母にも言ってなくて、うん、通って言いました。したらびっくりしてました、うん、じゃあ書類選考で通って、ま、何人か残るわけですよね、はい、その段階ぐらいで、まあ、みんなに行ってってことね、はい、 で、 まあ、でも周りはまさかねグランプリはねって思ってたでしょうね。思ってましたね。そういうことでですね、うん、まあまあ、直感で応募したらなっちゃったというところなんですけど、ただやっぱりそのこう選考会でこう審査をする方っていうのは、うん、いろいろまあ単にその見た目だけじゃなくってその人の、今でどんなふうに育ってきたかなとか、どんな考えを持ってるのかなっていうことをやっぱり結構いろいろ総合的に見てると思うんですよ、うん、それでこのアングラーズアイドルのねその選考会で必ずあの活動の抱負っていうのを話をする機会があるように思うんですね、はい、で今回このリリースにも書かれたなぜかこれも3点プレゼン上手3点好きですね私、割と3つ案がありますっていうのはプレゼンの割とこう黄金率みたいな、はい、ありますね。ご存知なのかななんて思っちゃいましたけど、で1つ目、ね、これから釣りを始める人に勇気を与えたい、これやっぱりですよね、私初心者っていうか ほぼ知らない状態ですよね、うん、なんかその私にできることってなんだろうってすごい考えて、うん、もうまさかなるって思ってなかったので、はいはい、もういろいろびっくりしてしまって、うん、でその中でやっぱいろんなお仕事に行くってなったら、うん、まあもう知らない私がとりあえず飛び込む姿が、まあ、周りから何も知らない人からすれば、うん、あこんな人でもできるんだみたいな軽い気持ちで釣りに挑戦してくれたらなって思って、うんうん、はいはい、その勇気を与えたいっていうのを書きましたね、はいはい、割とそこはなんていうか自分のことを客観視できるっていう&めちゃくちゃポジティブですよね本当にポジティブですよねそれって自分釣り経験ないのにできるのかって不安が普通の人は先に立つから、うん、それ自分が飛び込んで、まあそのまあ、本当にこうまくいくかどうか分かんないけどそれでもまあね、なんと例えば一匹でもいいから釣り上げたっていうその、状況をね他の人が見た時にあの子でもできるんなら俺もできるかもしれないと、ね、勇気与えられるかもしれないっていうそこまで読んでるっていうところが、ね、スーパーポジティブもう立派な大人ですね21歳立派な大人なんですかで2つ目、はい、この町おこしに貢献したいっていうのは、うん、なんかその地域活性化とか地方創生とかその辺に興味がある。そうですね、うん、私の大学の学部がコミュニティ福祉学部って言って、はい、うん、なんかそういう結構なんでしょう町おこしとかボランティア地域活動に参加することが多いんですけど、へー、そういうのもあってなんか釣りって割とまああんまりその都会でやるイメージって、まあ、東京湾はありますけど、うん、まあ、割とでも、ね、お仕事で行く場所って、うん、まあ、地方が多くて、うん、でそこでやっぱりグルメを食べたりとか、はいはいはい、でそういうのを SNS に発信したりとか、うん、まあ、いろんな形で、うん、その地域の魅力って発信できるじゃないですか、はいはいはい、だからそういった面でこのアングラーズアイドルの活動がなんか町おこしにつながるのかなとは思って書きました。だし、まあ、その地域の人との関わりを、うん、私今記事とかも書いてるんですけど、はいはい、そこにちょっとエピソードとして載せたりとかもできるので、うん、まあなん、まあ、まあ微力ですが貢献できるのかなとは思ってます。まあ、でもそれはなんていうか先ほど客観視ができてるって話もしましたけどその戦略は正しいような気がしますよねっていうのは割と日本どこでも釣れるその魚もいればやっぱりそこに行かないと釣れないとか、うん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 、でそこでは結構なんていうか名物になってるとかっていう、まあ、自然のものですけど地域ごとのなんかある意味その文化的資産っていうかいう側面があるので割と最近このエリアをこういう釣りで町を活性化しようとかそこにその観光誘致しようとかみたいな動きはポツポツと出てきてるとは思いますので、うん、これからもですねやっていただければなと思います、はい、その頑張ります町おこしと、はい、
でこの最後の環境問題について一緒に考えたいっていうところなんですけど、うんうん、この辺はどうですか。これはもう本当今ちょうど活動してて結構思うんですけど、うん、なんかあの街普通の大学生だったら、まあ、街にゴミ溢れてて無関心っていうか、うん、ゴミだしか思わないじゃないですか、うんうん、でもなんか釣り の船乗る時に皆さんのゴミへの意識が本当に高いなって、うんはいはいはい、その最初行った時にすごい感激して、なんか絶対皆さん綺麗にして帰るじゃないですか。そうですね、もうそれが常識、うん、それって普通じゃないし、うん、なんかそれをもうちょっとなんかその釣りの普通をもうちょっと社会的に広まったらいいなっていうのを思って書きました。 あ、はい、あと、うん、そのゴミ拾いとかそういう活動とかも割と多いなって思ったので、うん、私まだそういう活動にあのアングラーズアイドルになってから、うん、あの参加することはできてないんですけど、はいはい、うん、これは参加したいなって思って書きました、ね、うん、素晴らしいもうあれですね、文句つけるとこはないですねいやいやいや恐れ入りましたって感じですけどあの確かにそうで、西村さんおっしゃる通りで、その、まあ、なんだろう、釣り人がそういうところがすごい意識が高いっていうのはあるんですけど、うん、多分あの釣りをやればやるほどなんていうか自然相手なんで、うんうん、あこの自然があるからこんな楽しい釣りできるんだっていうことがもうなんていうかな心底分かってくるんで、あのなんていうか大切にしようっていうのもあるし、その自分の次の世代の人たちにこの環境が残っていくことっていうのがあのものすごい大事なんだなっていう意識はきっと持ってると思うんですよね。でそれをあんまりみんなあの語るとなんかうんちくおじさんみたいなあの感じになっちゃうので、あの声高には言わないと思うんですけど、だから釣り人目線で環境を考えたりとか、まあ、それについて発信するってのはすごいんじゃないかなって、うん、まあ、まだ機会はなかなかないということなんですけど、素晴らしいプレゼンの3点をですねプレゼン、まだあの1年終わってませんから、はい、そうです、やり残したことはやりきってですね、はい、1年を過ごしていただければなっていうふうに思っております、はい、っていうような感じでですね、実はあっという間にあっという間です、ね、20分過ぎてしまいまして、はいはい、続きはまた来週伺いたいと思いますので、はい、はい、ということで本日は14代目アングラーズアイドルの西村美穂さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のアウトドア&フィッシングいかがでしたでしょうか。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士工業オリジナルエコバッグをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、富士工業オリジナルのステッカーとエコバッグ希望と書いて送ってください。そしてその際には番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週。パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング。この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。